はい、こんばんは、山城と申します。ということでね、おせち&、クリスマスケーキ、カタログ特集2023徹底調査ね、やっとこさ、大手コンビニさんが終わって、ついにね、スーパーマーケットの方をね、見ていこうかなというフェーズまで来ました。ただね、めちゃめちゃ時間がかかりすぎてるんですよね。で、このペースで、やっていこうとするとね、全部をね、クリスマスケーキでどっと取ってね、1時間ぐらい取って、またおせち1時間取ってっていうのを、全ね、スーパーでやろうと思うと、多分毎日投稿でギリギリおせちのその締め切りギリギリとかになってくると思うんですよね。ただね、残念なことにね、ちょっとね、あまりにもちょっと予定がガッとガッと入って、まあ正直、この前の週末にちょっとまとめて取ろうと思ったんですけど、ちょっとそこのところでもちょっといろいろ予定が入って、ちょっとね、所用で、ちょっと、出かけておったりしとったんで、全然カメラ回すような査定とは別でね、行ってたりしてたので、全然、実はですね、こっちのやつが取れてないと。で、しかも、まだね、年末に向けてちょっと動画40本ぐらいね、別途ね、これの動画とは別で40本ぐらいちょっと作らないといけなくなってきてるんで、いや、まずいなと。で、どっかの週末でまとめて撮ろうかなと思ってたんですけど、ちょっとこの後の予定もね、まあ、ぎっちんぎっちん、どん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 めちゃくちゃ詰まってきてますんでね、これはちょっと、年末間に合わないなということになってきたんで、多少ね、ちょっとね、飛ばし気味でね、行こうとは思います。ちょっとね、さすがに、なんとかね、時間取ろうと思ったんですけどね、パッと見たところね、物理的な時間が足りないと。いうことでございますね。なのでね、ちょっとここからはね、だいぶ飛ばし気味になると思います。というか、今までは別にね、飛ばそうと思えば飛ばしてたんじゃないかという気もしますけど、まあそこはね、山田さんなんでね、内容ね、5分ぐらいの内容のことをね、1時間ぐらいかけて喋ることに定評のあるこの山田さんでございますからね、そりゃね、いくらだって脱線をするわけでございますよ。今だってね、このね、冒頭の挨拶で2、1分ぐらいで終わらせてね、とっととね、今日1交換のね、カタログをやっていくわけなんですけど、これを見ていかないとね、両方をね、まとめてやるって言ってんだ。もう時間も時間なんだからね、撮ってる時間も時間なのでね、やっていかないといけないんですけどね、こういうふうにね、ちょっとベトベト工場を下げてしまうと、これが良くない。これがね、動画のね、視聴、インプレッション数のとかにね、繋がってくるわけでございまして、こういうところで、昔はね、こういうね、動線でね、引っ張って引っ張ってってのはね、まあ、テレビ的な手法とかね、昭和の手法ですよ。そういうのはね、結構ね、あったもんでございますけどね、今のね、YouTube ね、見てるね、視聴者さんっていうのはね、容赦なくぶった切ってね、切っちゃいますんでね、そう、だいたいね、YouTube は導入1分って言われとって、YouTube は導入1分。で、TikTok とかだともう導入10秒。10秒というか、もうスワイプしてすってね、消すかどうかの判断なんて本当2秒以内とかで、やってってね、まあ、そういうような情報処理の、仕方になってきてますから、どんなにね、後々にね、面白いところを撮っておいてもね、2秒以内に興味持たれなかったら、スッて流れてっちゃうっていうのはね、これが怖いところなんでございますね。ですからね、つまりどういうことが起こってるかというと、この動画のね、視聴維持率がとんでもない、このシリーズの視聴維持率がね、もうとんでもない数字になってしまってましてですね、怖いね。ひらりと見てみようかな。直近公開したやつでね。最近公開したやつだと、どうなってたかな？視聴維持率が。平均視聴維持率がね、まだ出てないな。その前に上げてた、4つ目、そうか。上げれてなかったからね。まあ、その間に1日、3本、4本とかね、バーッと上がってくるんでね。消えてっちゃうんですよね。あっという間に渦漏れていきますからね。あった。この直近でデータが見れるやつで、時間の視聴維持率がすごいですよ。視聴維持率がね、これでも結構平均的な方ですけどね。32分の動画でね、32分の動画で52秒。いやー、まあ、うちにいては頑張ってる方じゃないかな っていうね、非常に、再生率2.7%というね、驚異的な数字をね、叩き出しているわけでございますよ。なんということだと、いうことなんですけどね。それでもね、なおかつ、やはりね、このカタログを紹介したいというね、ね、
欲望はね、抑えることができねえぞと、いうことですね。なんか、正直、それよりも、まあ、小都道館と、その40本の3つどうにかしようって話なんですけど、まあ、あっちもあっちでね、別にそんなに視聴者がいるわけもない。まあでもありがたいことにね、あっちの方で、まあ大体一番最初ぐらいをずっと思ってるのかな、YouTube の方だと。で、TikTok の、今年のケースね、ちょっとね、山田計算会もできてないんですよね。あれをね、ちょっとね、もう10分ぐらいにまとめてね、ちっちゃっとね、データだけ紹介しようかなと思ってますけどね。それぐらいの時間しか取れない。そうそう。それから10月、11月まとめてやるかね、なんですけど、ちょっとデータ集計とかもまだできてないんでね、ちょっと今月12月とかね、いろいろとね、先々月に回しちゃうとね、データの集計がね、ちょっとまためんどくさくなったりするんで、その辺とかもになったりするんですけど、まあそんなことを置いといて、カタログ紹介でございますと。ね、やっていこうじゃないですか。5分喋ってるダメだよね。うん、1分でまとめろって言ってたよね。なんで5分になるんだろうね。不思議だよね。何を喋ってた今。この5分間に何を喋っていたと。クリスマスケーキのカタログを紹介するというのに動画インプレッションに視聴維持率の話とかそんなことはどうでもいいんだってね。まあね、目的別に情報を発信する時代でございますよ。こんなね。ぐだぐだとね、どうでもいいことをね、回り道しながらね、喋ってたって、ね、誰も見ないんですよって、なんかループしてない？道路めくりしたら逆になんかでもループ線に入ってぐるっと、ループ線はでもループ線は螺旋状になってるから、単純に、X 軸で見てみたらね、平面軸で見てみたら戻ってるように見えるけど、実際にはね、立体になっていて、登っていくような構造になっているから、あ、なんかですね、単なるの、ぐるぐる回ってるだけじゃないんだよっていうところです。これは単なるループですね。なんだ、ロータリーだ。ロータリーでね、ぐるぐる回ってるね、お前どこに出ようとしてんねんってわからんくなってるね、車みたいなね、そんな感じでございますよ。そんなんで大丈夫なのか、大丈夫なわけない。だって時間も時間なんだ、とっとと終わらせて、明日の準備をしないといけないんですよ、このね。ということなんでね、ちょっと終わらせます。目標30分でね、全部終わらせますからね。もうね、私ももう30分の終わらせ気満々なんですよ。どれぐらい満々かっていうとね、もうね、どれぐらい満々かっていうとはね、なんか表現が難しいな。なぜならそんなに満々じゃないからなんでしょうね。そういうことですね。そういうことやってる方はダメになってることなんですね。じゃあ、見ていきましょう。クリスマスケーキのお席。で、カード会もカタログね、ホームページに、カタログの電子カタログが、公開されてたんで、そちらの方をね、データ見ながら、やっていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、早速見ていきましょう。とはこんな感じで、どんと出てきました。引用元のリンクね、また概要欄にリンク貼ってありますので、そちらの方見てください。一交換、F マートは一交換。プラス全部ね合同のやつになっておりまして、こっちの方を見ていきましょう。カタログを見てみますとこんな感じになってますよと、いうことでございますね。最大画面にしてどんどん見ていきたいと思います。表に来てるのがクリスマスケーキの方から来ていますね。ちなみにクリスマスケーキが、どんどんこうやって同じ冊子の裏側におせちがあるっていうパターンですね。でおせちを縦書きにしてあるよっていうようなパターンの。インスタとまとめタイプなので、これはね、一回で紹介するのにちょうどいいというわけでございますね。それではね、早速見ていきましょう。クリスマス劇なんですけど、やはり表紙ですよね。まずね、やはり注目しないといけないね、表紙でございます。今までもね、結構ありました。鎌倉のやつをね、出してきているのか、オリジナルケーキをね、全面に出してきているのか、それともね、結構コンビニさんの場合はね、オードブルとかもいろいろとあって出してある、ようなところも多かった中で、一号奥さん、は、特徴としては、ここにアソートケーキがドーンと来ている。最近も年々増えてくるんだと思う、このアソートケーキが、ね、全面に入っているよとかっていうのと、あとは、これは、チーズケーキなのかショコラチーズかな、チーズショコラかな、メリークリスマスってなってるケーキがあって、ここに、ガルフェと FLO でしたっけね、の、これは、フルーツタルトのやつですよねっていうふうに、パッと見てわかるやつですね。つまり何かというと、これ、既製品のやつが、多分、この真ん中のこの、やつがオリジナルかどうかわかりませんけど、あとの、少なくとも3つは既製品っていうことなので、今回は、どちらかというと、既製品で売りにかかっているのかなというのが、このあたりから見えてきます。このケーキは何なのかっていうのもね、ちょっと押さえていきたいなというところなんですけど、これということでね、見ていこうと思いますけど、見ていくとね、まず最初のページにもう、どんどん見開き、いいね。カタログをさ、この前さ、
前回さ、あれしたときに、昔はうち A さんのスキャナーとプリンターがあったんで、それでね、A さんのこの A、要は、このサイズがね、半分に乗ってるのが、これは A4 ですけど、これ見開いたのが A さんでね、これをね、まとめてスキャンできるね、機能がなくなってからね、前回はこれを A4 でね、折って折ってね、スキャンして、どうのこのやつね、いろいろと苦労してましたけど、そのあたりがね、やはりね、もうね、電子カタログで出してくれるとね、紹介する本もやりがたいって、やりやすいってことでね、非常にありがたいなというところでござったりします。ということで、早速見ていきましょう。ちょっと、拡大縮小の仕方がちょっと異なるな。はい、ということでね、バッと見ていきます。ちなみに500締め切りが、12月10日までなんで、ちょっと本当に急がないといけませんね、ということなんですけど、やはりね、注目すべきはここですね。最初のページ、パッと見たときに、さっきのあの、ショコラケーキなのかなんかだけ、ちょっと見当たらないですけど、パッと見たらね、まずここに、いましてね、最初のページにいた、工事コーナーの、クリスマスアソート6号ということで、6号サイズなんですよ、これ、アソートになっていて、っていうことで、工事コーナーですね。つまりもう、これやはり、今回は既製品、オリジナルケーキの、あれですね、制作はないのかな？パッと見た瞬間に、大倉ですよね。次、ホテル大倉だし、で、これ、言っとった、FLO ですね。正しい読み方が間違ってるかもしれませんけど、フランス語っぽいですもんね、フルーツタルトでしょ、ダブルナッツショコラとかも、このあたりとかもね、やはり、冬の既製品のね、やはり定番とね、なんて言ったところですけど、あとこれはダマンフレールのアールグレイ、ダマンフレール、フランス語っすね、一行、いちじくジャムサンド、ですね、で、アールグレイの香りとっていうことでございますね。とかっていうのがあったりしますよと、いうことだったりするんですけど、あとはここのところにあったのがガルフェどこにかにいる ?1 ページ目の。ずっと見たら、ここにいますね。はい。ベルギーショコラノワールってことで。あ、ガレーか。すいません。ガルフェじゃない、ガレーね。はい、ベルギーのね、やつですよということでございますね。2600円になります。限定30個っていうふうになってますけど。やはり、今回は、玉木、ね、ここのあたりも高木ベーカリーでしょ、町村農場のフロマージュでしょ、で、プスタチオ、これもね、プリンスホテルズ、まあ多分今後ね、いろいろと、カタログをね、見ていくことになるわけでございますけど、まあ大体去年からの流れから言ったらね、まあ既製品でやはり定番であるこのあたりですよね、のところが、しっかりと入ってきている。で、トバ国際ホテル、まあこのあたりですとね、やはりトバ国際ホテルも入ってきますよね。パステルもね、これ、チタカラがやってるところなんで、トンカツ屋さんですね、トンカツのチタカラやってる、なめらかプリンのね、お店でございますので、チタカオも愛知県のね、企業ですね、こっちの方なんで、やはり入ってきますよ、ということでございますね。はい、こんな感じ、かわいらしいメリークリスマスというね、やっぱり、プリンケーキなんですね、なめらかプリンのところですかね、やはりプリンをサンドし、表面を、カスタード風味クリームでコーティングということでございますね、全体が、やっぱり重症ぞ、ということでございますね。で、あとは、ここでホワイトクリスマス、吉村義弘シェフですかね、の、ホワイトクリスマス、6号、6号、5号ということで、サイズ別にとかワード出てこないですけど、これ多分後からサイズ別にある定番的なやつが出てくる。だから、最初のページにいろんなバリエーションを出してきてるっていうのも一つ特徴ですね。これは、多分、オリジナルケーキは今、ちらっと見えましたけど、あれなんですね。やはり、今回は既製品で、ね、結構、に広く売れて、あまりその自社開発の方には振ってないっていう、ことなのか、去年もそうだったかな。1号館は確かそうだったかな。うん。っていうのは、競合になる四日市をね、地盤にしている他のスーパーさんが、どっちかというと、オリジナルケーキ開発とかガンガン頑張ってるところ、スーパーさんしか特徴的な例なんですけど、多分今後も見ていくと、なんかね、前回のね、までの流れのところでちょっと押さえておくと、そのガンガンオリジナルケーキの共同開発やら、を、ガツガツやっていくタイプが比較的スーパーさんと、あと、あれですね、スーパーさんじゃない、マックスバリューの方のがどっちかというと、オリジナルケーキの開発に行ってるか。で、スーパーさんと牛トラはどっちかというと地元の、ケーキ屋さんとタッグを組むよと。いろんなケーキ屋さんと地元のところといろいろ交渉して、地盤のところでね、独占販売をやったりとか、してますよっていうのが、結構特徴的なところではあったかなっていうところでいくと、比較的そこら辺とかに、にいるんじゃなくて、比較的、まあ、その管理がしやすい
方にしてますね。ということでございますね。まあ、クリスマスケーキね、結局、売れ残りが、オリジナルケーキとか売れ残りとかにね、なってきちゃったりするとまた大変ですからね、ということもあったりするんでしょう。ということで、かなり限定数とかでちゃんと全部紹介をしておりますよということでございました。1ページ目はこの感じで、結構いろんなバリエーションをファーッと見せた後に、次のページに、ドンと、オリジナル、いわゆる定番ケーキっていうのがやってくるわけでございますけど、ここのところもね、わーっと見ていくと、あらあらあら、山崎のやつですね。はい、山崎の、生ケーキがドーンとあって、生ケーキの方をメインにして売って、で、他にも糖質をされたケーキとか、アソートのね、やつもあります。アソートもちょっといろんなね、パターンですね。定番のショートケーキ半分に、チーズ、チョコマロンにしてあるやつと、もうザーッといろんなバリエーションネット。で、ミルクリープに山崎フリアの、あ、ブチーケーキアソートとであり、山崎がやってんだ。なるほどね、フリアのあれだしてけど、山崎の流通だやってるんですね。で、他にも、こっちの方にね、いちご3度、5号とか6号とかも入ってますけど、こんな感じで結構、比較的生ケーキをどんと、出してきてる感じですね。でこっちの方だとイチゴの実がゴロゴロっと入ってる感じですね。こっちは、ジュレソースになってますよってことなんですけど。で、さらに生チョコケーキっていう風な感じで定番品が続いてどんとあります。で、ブッシュノイルやモンブランなんかもあって、ミルクレープなんかもありますよ。この辺りもね、やっぱり山崎さんなんでね、お手頃価格になってますし。で、昔ながらのね、ホワイトケーキ、もありますね。昔ながらの日本の、クリスマスっていう感じですね。こっちの方のが、ホワイトケーキ6号2200円にチョコケーキの6号なんかも置いてあって、まあ昔ながらね、感じですよね。まあ、それはいつかまでとかだったりするね。ものによってちょっと締め切り日が違うみたいな、ちょっとそこら辺は気をつけた方がいいですね。っていうことなんですよ。ここまで見てきた中で、オリジナルケーキゼロっていうことなんで、これはかなりもう既製品で、行くよっていうことでございますね。おー、で、あとのケーキはどんな感じかなっていうふうに見てみると、もう、パスコですね。はい、パスコの、ケーキが、北海道チーズケーキに、あとここにティラミスケーキ、あ、豆乳ティラミスケーキ、これが、相模屋さんのやつかな、っていうことなんです。これがあの表にあったやつですね。はいはい、ここにいましたね。あ、これ豆乳ティラミスなんだ。へぇー。ちょっと気になりますね。これも、相模屋さんのあれってなってますけど、監修ってなってますけど、流通はパスコなんですね。パスコもね、名古屋のパン屋さんでございますから、長寿で有名ですけど、元々はパン敷島コンパニーですね。で、敷島製パンっていうパン屋さんで、もう今は正式名もパスコになってるんですけどね。そうですね、山崎、敷島。で、あとは富士パン。富士パンも、豊明にでかい工場ありますよね。ということなんで、これは結構実は地盤だったりするんですけど、フジパンの本仕込みのところですね。は、アンパンマンと、これはでも他のところでもなんか見ますよね。多分、今後も出てくると思います。あとは、バターケーキですね。これまた、ザーシンプルですよね。バターケーキっていうのもね、もうやはり、最近、ではね、あまり、メジャーな方には上がってこないところですけど、やはりね、昔ながらの、ね、日本のクリスマスケーキといえば、やはりね、この辺りになってくるところもね、あるんじゃないかなってことですね。6本2300円ってことで、やっぱでもお手頃なんですね、バターケーキってね。やっぱシンプルな、もね、いいですよね。バターケーキ、久しく食ってないから、逆にちょっと食いたい気までもある。ですね。で、さらに、高木ベーカリーの、卵乳、小麦を溶かないケーキもあって、で、それはポンポンプクリンの、やっとキャラクターものでここにありますね。あとはキャラデコのところでドーンとあるのは、やっぱプリキュアと仮面ライダーですね。はい。っていうのが入ってきます。これは山崎ですけどね。っていう感じでございました。結構ですから、メーカー別にバサッと分けてある感じですね。で、ここからもうすぐに、メイトのアイスとかですね。クリスマスアイスってことで。おはような生チョコアイス。で、あ、どんぐりのやつメイトーさんだったんだ。こっちのあれですね。で、ハーゲンダッツもあって、おはよう牛乳のジャージ牛乳クリームソースもあって、おはようのプチアイス。ごめんなさい、あれですね。で、プチシューアイスと、ポンポーチセット、このあたりはちょっと初めて見る感じですね。田口食品さんというところのやつらしいですけど、っていうのがあった、あれ音入ってない。よかった。はい、行ってた。ちょっと思いを乗せてて、お店で終わったら大丈夫かな、ごとか、あれで、音とかが小さめになってて、言ってていただくかな、だだだだんで。あー、ほんでね、一瞬見たときに、ミュートになったら、
と、手を挙げていないとかがありました。まあ、ということで、もう完全に本当に整理させていただくと、これが今までのことですね。で、ここを気になるんですね。で、お互いのメニューがあることがありますから、お互いのメニューもね、もうシンプルに、またね、オードブルの、3、4枚のオードブルを、ほとんど、2、2、2、1の盛り合わせで、これもそう、同じようにですね、で、出かかるときですね、で、アップルプルズ、はい、こうですね、アップルプルズ、そうだ。あのね、評価がね、実際にこの年収ピッタリ言うたら、言うてると思いますよ。なかなかね、問題の中で、やっぱアップルパイは起きてるんですよ、最近。最近言うと、そこを1年ぐらい経ってるか。うん。なんかね、よく落ちてもらって。うん。なんか、どんどん機械がもぐもぐしてくれますよ。そうや、だからもぐもぐしてないですもんね。うん。で、あとはペットと一緒に見ると、まず出てきて、ちょうど見てたら、プレイが、これで犬で料理の余裕が、あったかいですよ。これは、オーバーケーキ、フレーバーケーキ、なんとかもろろ、ヒーです。へぇー。これでも、ワンチャンが28アミューだったから。へぇー。すごいですね。うん。今日なんか作ってね、もういろいろ作ってたから、あ、作ってでもやってんだ。まあ、実は僕たちってね、パカと本物の企画だから、本物のところとかなので、すぐ向かいがいいとこに入ってくるんでね。まあ、大丈夫だけど。
あ、どうぞ、さあ、ね、ね、ね、入ってますね、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 
だんだんね、いいですよ、ということでございますね。たまたまとこちら、たまたま、ね、なんだか。まあ、結構ね、このあたりなんですけど、1号館は、セントラル加工を結構力を入れてるんですけど、東南ってセントラルはね、東南ってなんか、スーザートスピカンとか、セントラルなんで、ちょっと、オリジナルになるとすると、300点で作られなきゃいけないとか、期待のが、総裁のね、法人を持ってないと、ちょっと、そんなないと、やはり、オリジナルでやろうとすると、なかなか本来がね、めちゃくちゃ狭くしていくことにはならない。オピカラがね、テレレトル、リンパチンで言うことで、周りですごい見てたからね、もう、全然作られない書き込みが始まっているっていう、すごいあれなので、まあ、そうですね。まあ、こういうのも、ちょっと、ええ、ですよね。結局、お正月を置いて、ね、その前に、ちょっと、大切な方なんでね、東京とかね、名古屋の方でね、働いててね、息子とか、家族とかがね、帰ってきますと、というところなので、ね、そういう時にはね、そういうのが、嫌だね、というところがありますよね。っていうところがありますよね。それだと、お願いしたい、未来、のところが出てくると思うんで、それだと、そして、お店のお店さん、中華を踊るとか、そういうのが、わーってなって、これも、ホームページを見ながら、どんどん、どんどん、出てきて、海外出てきて、これで、わーってなって、中華を上がるから、2万人が、今、してないから、これぐらいのところがあるから、これでちょっと2万5000円とも見えるので、わーって言うのを、プレイスモードで、ありますけど、ひたかってできて、お店たちを、ただ捉えられてたんで、それから、で、あた、そこは、リクですね、まあ、中華でね、こっちの、まあ、花なんでね、まあ、こっちの花でね、なんですけどね、そう、コードのボードだらけで、でも、まあ、それだけね、と、あれやるのも、そっち、打ってきままだね、と、ただ、なんで、まあ、やると、自分はそうね、2万円で、ちょうどいいし、いいのが、ここに2万円で、ね、買いますけど、これでも、本気で戦ったら、こういう感じでね、怖いね、怖いね。どうしてもね、怖い人とか言ってね、どうぞ、なんか言ってもね、どうも言ってたっけですよね。そうすることによってね、いろんな笑いをね、クオリティをどんどん上げることによって、ワンドことを高いよね、っていうのを仕上げてて、いう感じじゃないですかね。だから、見ることはできるんじゃないですか、そういうことだと思います。っていうような感じでですね、じゃあ、まあ、ところで、フラッシュとは何人、これ。何でいいの？この辺に当たっててもハンダ。この辺に出ててどれだ？どれだ？ってなったときに、ちょっとお分かりくるんですね。つまり、簡単に言うと、フランスチップ一点これが楽ですよっていうのを出すんじゃなくて、いろんなことにいいやつがありますよっていうような感じで、あれですね。まあ、だから、置いてないとか、ラフとかね、ずっとプロのやつ、なぜなら、そのもギリギリだった大会なんですけど、置いてないで、置いてないで、せっかく、グーグル中だったんで、大会に下げておく方がいるようなので、逆に、同じ方向力でもね、それだけ、原因が、時間に、お金もかけられずに、いいものが出てくる。さらに、ゲレティビルもね、メガネでね、やってるけども、高めでね、設定することができてるというようなね、考えられてるので、開発費用とかから、その開発国とかが入りますよね、いい、ことなんですね。考えないと、いただくと、結局、どんどんね、曲がってね、はい、こう、でね、業績に上がる。まあ、これは、業績に上がるね、一番の大きいんじゃなかったな、というところですけど、まあ、BGM に上がってね、全然業績上げてね、いろんな、いい思いしてくれて、そういうのも、まあ、それでね、それを、買ってくださいね、とか、いうようなところに、上がるっていう、ことでございましたね。リモートなんで、もう、ちょっとだけ、シーンなのかな。シーンの中でも、無理にちょっと仕上がらないことじゃないところで言うと、こいつが当たったんじゃないけど、また、ということでしょう。で、これは、ここが大変じゃあ、社会人と、ここと、そして、ツードアワーマッチョ、ユコード、ツードアワーマッチョ、ユコード、ツードアワーマッチョ、ユコード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 、
このままね、終わりたいと思います。ということで、こちらの動画でね、締めになって、いただきたいと思うんです。
のちくさいごでね、じゅんまなびんとかな。あいてることね、それね、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 
多分、パパになってるから、パパなんかだね、パパになってるから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